まず何をプロ初ゴール決まりました、まずはその率直な感想を聞かせてください。まあシーズン始まる前の会見で、1ゴールは決めるっていう宣言をしていたので、まあ、とりあえず決めることができて安心している気持ちと、まだまだ決めたいなっていう欲というのもあります。その場面を振り返ってください。ゴールシーン覚えてないというか、もうほぼ無心で振り抜いたっていう感じだったので覚えてないんですけど、まあああいうゴールが自分の中で増えればいいなっていうのもあります。外から見てる側ではターンをしてしっかりと相手を見えていてスペースにボールを運んでシュートを打ったってい う, こうチームのやっぱりやりたいことを一人で体現したゴール場面だったんじゃないかなと思います。まあそこまで考えてやっていたわけではないんですけど、まあ、結果的にそういうプレーができたのはそういうことかなっていうのがあります。でも試合全体を通して球際というのはやっぱり鋭いターンで相手を置き去りにしてファールを誘ったりとか数的優位を作ったりとかっていう場面がすごく目立ったかなと思いますけど、あれはやっぱり狙ってるプレーですか？まあそう言う時もありますし、感覚でやってる場面っていうのもありますけど、まあ、まだまだミスも多いですし、そういったなんていうの状況を一変できるようなプレーが増えればいいかなっていうのを思います。まあ、今日前半の出来は永井監督が言ってましたけれども、多分、まあ、ほぼこれまでの今季最高に近いような内容、パーフェクトな内容だったと思うんですけれども、その辺選手たちの手応えどうでしょう、やってて。まあ、前半は多分やってる選手たちも気持ちよくやってたと思いますし、相手もすごく困ってたので、それをやっぱり後半も継続して90分やり続けることが大事かなみたいな思います。やっぱり追いかけてくる相手をどういなすかっていう部分はまだまだチームの中での意思統一必要な感じっていう。そうです。まあ相手の時間っていうのも少なからずあると思うんですけど、そこを耐えてのまあ簡単にまあクリアじゃないですけど、まあ、ラインを上げるという意味でラインにボールを置くということも必要ですけど、やっぱり自分たちに余裕があるなら、もっとボールを保持したいなっていう気持ちはあると思います。次もまあアウェーゲーム続きますから、まあ、勝ち点の近い相手長崎との相手になります。ここに向けて意気込みをお願いします。 J1 に上がるためにはもう負けられないというか、引き分けも許されないというか、勝ちしかも狙ってないんで、次の試合もそうですけど、これからずっと全部勝てるようにやっていきたいと思います。